皆様、はじめまして。国際交流基金ロンドン日本文化センターに勤めております、キム・ウッドラフと申します。本日のスピーチでは、どうして敬語が日本語の学習者にとって難しいのか、そして日本語の学習者は本当に敬語をマスターする必要があるのかをお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まず皆様にお聞きしたいことがあります。日本で夜に車を運転している時のことを想像してみてください。後ろから自分の車を止めようとするパトカーの赤いライトとサイレンに気がつきます。車を止めた瞬間、ぼっとしていて、ライトをつけずに走っていたのがわかり、あなたはちょっとショックを受けます。すると、おまわりさんが車へ来て、何をしてるんですか？ライトをつけずに。危ないですよ！と、厳しく注意をしました。皆様、そのような時、何と答えますか？謝るとしたら、敬語を使いますか？少し考えてみてください。恥ずかしく思いますが、これは実際に私に起こった出来事です。その時、おまわりさんに私が何と答えたかというと、私はできるだけ丁寧な言い方にしようと思い、申し訳ございませんと言って答えました。しかし、その出来事の後、日本人の同僚たちにその場でどのように答えるかを尋ねてみると、とても驚きました。なんと、申し訳ございませんと答える人は一人もいなかったのです。同僚たちはみんな、すみません。あるいは、ごめんなさい、と答えると言いました。皆さんもそのように答えるのでしょうか。同僚たちによると、申し訳ございませんというのは、ビジネス用にほぼ限られていて、警察に使う必要はありませんし、心から謝りたい気持ちを伝えるためには、すみませんの方が自然だそうです。このような経験がきっかけになって、今でも敬語の勉強に特別な意欲を感じるのです。さて、なぜ敬語が日本語の学習者にとって難しいのでしょうか。私はこれを明らかにするためのいくつかの問題点に気がつきました。まず、文系的な問題です。ある動詞は尊敬語と謙譲語になると、その言葉が全体的に変わってきます。友達と話すとき、次のような会話が可能です。家にいる？うん、いる。ご飯食べる？うん、食べる。これ見る？うん、見る。相手が言ってることを繰り返すことで返事をすることに慣れてる私にとって、同じ会話を敬語にしてみると、すぐには返事を思いつきません。お家にいらっしゃいますか？はい、おります。ご飯を召し上がりますか？はい、いただきます。これご覧になりますか？はい、何でしたっけ？拝見します。しかし、最も難しいのは、敬語の正しい使い方をマスターすることです。J. ルービン教授が書いた本、日本語の秘訣から一つ例を挙げます。本日は休ませていただきます。というお知らせが時々お店の窓に出ています。これを英語に直訳しようとしたら困りますね。誰が休むのか。どうしてご飯を食べる時の挨拶、いただきますというのがいきなり登場するのか、とても理解しにくいのです。それを解決するためには、日本文化の重要な部分である内と外の関係、それに加えて内と外の関係が敬語にどのような影響を与えるのかを理解することが必要です。結局、店が閉まっているのが分かってがっかりするかもしれませんが、難しいニュアンスでも分かるようになったら、絡まった糸がほどけたのように感じてとても嬉しいでしょう。次の例を挙げると、お客さんの前で自分の上司について話をするときに、謙譲語を使うのを最初に習ったとき、私は驚きました。しかし、
その話し方に慣れてきたところだったのですが、最近読んだ敬語の本でさらに驚いたのは、病院では電話に出る看護師は同じ病院の医師について尊敬語を使うということです。田中先生はいらっしゃいますか？と聞かれたら、はい、いらっしゃいますと答えます。なぜかというと、病院のような大規模の組織ではうちという感覚がそこまでないというのが原因の一つだそうです。また夫婦喧嘩をしたときに普段よりもっと失礼な言葉を使うだろうと思うかもしれませんが、場合によっては敬語を使い始めることもあるようです。その理由は、親しい人に対していきなり敬語を使うと、その冷たくなった気持ちが伝わるからです。このように臨機応変な敬語の話し方をしっかりマスターするためには、敬語を決める要因、つまり日本の文化をよく知るべきだと思います。敬語の難しさについて最後に申し上げたいのは、敬語そのものだけでは足りないということです。身振り、顔の表情、相手への態度などが総合的に必要です。例えば、あなたの部下が早退のお願いをしてきた場面を想像してください。部長、お忙しいところちょっとすいませんが、実は子供の具合が悪くて主人は出張中ですので、仕事の方は霧がつきましたから、できれば少し早く帰らせていただきたいのですが、皆様どうでしょうか？この職員を早く帰らせてあげようと思いますか？いくら敬語でお願いされても、相手からの相づちさえも待たない部下の話し方や態度について少し不満に思う方が多いのではないかと思います。やはり敬語をうまく使えることよりは、相手への思いやりを全体的に伝えることの方が大事だと思います。最近では日本人の中でも敬語を話せないという人が意外に多く、敬語を上達させるの日本人向けの本がどの本屋さんでも売っていると思います。そのように考えてみると、日本人でもマスターするのが難しい敬語を、日本語を母国語としない外国人がマスターする必要は本当にあるのでしょうか？それは将来の夢によると私は思います。日本企業で就職する夢を持っていたら、競争が激しいものなので、敬語ができなかったら大きなマイナスになるでしょう。お客さんに敬語で話しかけられても敬語で答えられない職員には、会社の悪い印象を与えるリスクがあるのです。世界中で日本語を習っている外国人はなんと300万人近くいて、これからも増えると思います。そうなると、就職活動をしている人は外国人でも敬語をうまく話せるのが当たり前だという見方が広がるのではないでしょうか。たとえ日本企業での仕事を目指してなくても、敬語を勉強する利点はあると思います。少なくとも聞くときは尊敬語と謙譲語が分かり、話すときはデスマス敬を使えるぐらいの能力があれば、日常生活でも非常に助かると思います。夕食会で挨拶を頼まれても、目上の方とお話しする機会でも、敬語の根拠が深く分かれば分かるほど、相手へ伝えたい尊敬や思いやりがうまく伝わることに自信を持てると思います。結論として、日本語の学習者にとって敬語の最も難しいところは、日本独特の文化の下で発生するものなのではないかと思います。それに敬語をマスターする必要があるかどうかというと、自分の夢にもよりますが、どのような夢を持っていても、敬語はある意味で日本文化を理解する一つの鍵であると考え、心から敬語を受け入れることが適切だと思います。日本文化を勉強すればするほど敬語がうまくなりますが、逆に
敬語を勉強すればするほど、日本の文化についてももっと深く理解できると思います。以上で私のスピーチを終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。キムさんはお仕事で今日本語を教えてらっしゃるんですか？私自身は日本語を教えてないんですけれども、日本語の教師と一緒に仕事をしております。例えば敬語をですね、はい、国際交流基金では敬語の勉強というのは特に 重点を置いてるわけですか？敬語に特に重点を入れてるというわけではないんですけれども、でもやっぱり日本語を日本語教育を全体的に推進するのを頑張っておると思います。交流基金で日本語の勉強をしている人は、はい、日本の企業に就職したいために勉強してるんですかね？すみません、もう一度おっしゃっていただけますか？お宅の交流基金で日本語を勉強している人たちは、はい、日本の企業へ就職したいから日本語を勉強している人が多いですか？そうですか、ある人はそうかもしれませんが、すべての人はそうでもないと思います。例えば、日本で英語の教師の仕事をしてきて、今、ロンドンにいて、日本に関係がある仕事を、目指したので、国際交流基金に入ったという職員もいると思います。でも、別には、将来でも日本の企業で、働きたいという気持ちでは必ずしもないと思います。キムさん自身は日本の企業で働いたことがあります？日本の、市役所で働いたことがありますが、はい、やっぱりその時は敬語が必要だと思いました？はい、丁寧語を話すのが必要でした、うん、それから電話に出るときは尊敬語と謙譲語がある程度分かればすごく助かったと私が感じました。日本人でもなかなか今敬語ができないという話ですけども、はい、私もできるかどうか分かんないんですけども正直言って必要だと思います？敬語って。それは本当に場合によると思います。例えばある仕事では敬語が全く必要とはならないという場合もあるかもしれませんが、でもやっぱりもしなんか日本企業で勤めてる日本語の学習者のであれば、その会社その団体の同僚たちに聞くのがすごく大事だと思います。教科書で敬語の基本について読むことができるんですが、その会社の中で使っている敬語は独特かもしれませんので、それぞれかもしれませんので、その同僚たちに聞くと一番効果的だと思います。敬語を教えるというのは難しいですね。敬語を教えることは難しいですね。敬語を教えるのも難しいと思います。はい。日本語の教師と話をするときには、その教師の経験では、ある学習者は敬語を使いすぎてる、過ぎていますが、使いすぎちゃうよね。そうですね。はい。やっぱり、言葉そのものは覚えてしまったのですが、その使い方についての知識はちょっと足りないというのが原因だと思います。あまり敬語を使いすぎると嫌味になりますよね。そうですねその時もあります、うん、あれですかね、例えばさっきのお話では日本の文化を知れば知るほど敬語は自然に出てくるというお話でしたよね。はい、自然に出てくるというよりは、敬語はどのように使われているのか理解しやすくなると思います。日本文化と敬語というのは、もし敬語を勉強するんだったら日本文化も勉強しなくちゃいけないというか、勉強した方がいいという。はい、簡単に言うと同時に両方勉強すればいいと私は思いますが。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。